はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、視聴者の方からリクエストがありましたので、中学理科ね、の語呂合わせで、これはもう3年生で習う内容ね、一次電池と、まあ、二次電池ね、を覚える語呂合わせというのをね、やっていきたいと思います。で、まずですね、この電池っていうのがそもそも、まあ、どんなものだったかっていうと、まあ、ちょっとね、ここにあの簡単な図をね、用意してるんですけど、まあ、こういうふうにね、これ ZN、これ亜鉛ですね。で、CU、これ銅ですね。で、こういうふうに2種類 の、まあ、あの金属を用意して、そして、その金属を、まあ、このね、電解質の水溶液の中に、入れますよと、ね。で、そうするとどういうことが起きるかというと、まあ、この2つのね、2種類の金属のうちの、イオンになりやすい方が溶け出します。で、これで言うと、この亜鉛ね。亜鉛が溶け出してどうなるかというと、亜鉛がこう溶け出して ZN2 プラスっていう陽イオンになります。で、電子をね、だから2個失って、その電子がどうなるかというと、その電子がこうずっとこう伝ってきて、で、こちらのね、銅の方に来ますよと。で、そしたらこの、電子はどうなるかというと、今度はこの水素ね、この水溶液中の水素イオンがやってきて、で、この電子を受け取りますね。で、電子を受け取ったら、これ今ね、H プラスっていうのは電子がね、あの1個失ってる状態なので、電子をもらうと水素原子になって、で、まあ、例えばもう1個こういうふうに水素イオンがあったら、ね、もう1個また電子をもらうと、そしたら水素原子が2個で、これ結局水素になって、気体としてね、ここに水素が発生しますよと、ね、こっちの亜鉛の方は、亜鉛がね、こうやってあの溶け出す。で、こっちのね、銅の方では、このね、水溶液中の、陽イオンの水素イオンがね、ここで失われたってこのね、亜鉛がイオンになって、手放した電子をこっちで受け取るとね。で、これずっとやっていくと、じゃあどうなっていくかというと、ずっとなっていくと、こっちのね、亜鉛板がね、亜鉛の方がなくなっていって、もしくはこのね、水溶液中の水素イオンがね、なくなっていって、で、電圧が下がっていって、ね、で、まあ、電流がね、流れなくなりますよ、と。で、これがね、この、一次電池になります。一次電池というのは基本的に、こんな感じね、こう、どっちかのね、こういうふうに、2種類こう、金属があるうちの、片一方の方ね、こう、金属が溶け出して、そして、水溶液中のね、この、プラスのイオンがね、電子を受け取って、で、両方ともなくなっていって、なくなってしまったらね、もう電圧が下がってもね、電流は流れないと。そういうふうに、使い切りの電池ね、充電とかができない電池のことを一次電池と言いますよとね。で、まあ、マンガン乾電池、アルカリ乾電池、まあ、これあのね、普通にあの電池ね、炭酸電池とかの電池で出てきますよね。で、このリチウム電池とか酸化銀電池っていうのは、あのどちらかというとボタン型のね、電池ね。で、空気電池っていうのは、なんかあの、補聴器ね、補聴器の電池として、使われているみたいですね。で、一方この二次電池っていうのは、この一次電池と違って、充電して繰り返して使える電池になりますね。で、充電ってどういうことかというと、これって要するに、この、電子がね、この、亜鉛板から、例えばね、これで言うと亜鉛の方から、銅の方にこういうふうにね、電子が流れていくよとね。だから、電流の流れとしては、こっちが要はプラスで、こっちがマイナスになるので、まあ、こんな感じで、ね、電流の流れはね、プラスからマイナスってことなので、こんな感じで流れていくとね。で、充電ってどうするかというと、充電っていうのは、外部から無理やりね、この逆方向に、電流を流しますね。で、逆方向に電流を流したときに、ね、ここの、この金属とか、この水溶液中のイオンとかが元に戻るようにね、なんだろう、物質をね、組んで、作ってあるのが二次電池になります。だから一次電池はね、もう一方方向に電流が流れて、で、この金属とかイオンがなくなったらおしまいなんですけど、二次電池っていうのはね、なくなっても、外からね、電流を逆に流すことによって、それをね、元に戻すということで、何回も繰り返して使え、ね。まあ、そういうふうに、
外部からね、電流を逆に流して、上げることをね、充電するというふうに言いますよと。で、どういうのがあるかというと、これ鉛蓄電池、これ車のバッテリーとかに使われてますよとね。で、リチウムイオン電池、これあの、デジカメとかね、携帯電話、まあ、スマホとかの、あの、まあ、電池ですよと。で、あとはまあ、ニッケル水素電池っていうのはね、あるみたいですね。で、まあ、ちょっとこのね、一次電池、二次電池のこの種類をね、覚える語呂合わせで作ったので、ちょっとこっちね、見てくださいと。で、まずこの一次電池とね、リッチな漫画、あるか、草って、まあ、言わなかな、リッチね、まあ、なんか、リッチな内容の、漫画、ね、そんなのあるかで、草入るわって感じで、草ってね、突っ込まれてるというところで、まあ、リッチがね、このリチウム電池のリッチ。漫画がこのマンガン電池ね、マンガン乾電池。アルカが、アルカリ乾電池ね。で、この草のクが、空気電池で、サが酸化銀電池というふうになりますよ。で、続いてこちらね、二次電池の方ね、日水の生地区は、ね、まあ、もっとはちょっと格好つけて、もっとね、リッチがいいよーんとね、まあ、日水ってなんだろう、冷食ね、冷凍食品とか、まあ、ちくわとかね、そういうのを作っている、まあ、食品のね、会社で、まあ、食品の会社のね、メーカーの名前ですね。で、日水、ね、日水の、生ちくわ、だからその日水っていうところが作ってるね、まあ、生ちくわがね、出てね、いや、もうちくわよりもっとリッチなね、ご飯がいいよっていうふうにね、言ってるというのをちょっとイメージしてもらって、まあ、日水がこれですね、ニッケル水素で日水、ね。で、生ちくわがこれね、鉛蓄電池で生ちくわね。リッチがイオンが、リチウムイオンで、リッチがイオンという感じで覚えてもらうといいかなと思います。はい、今回はですね、以上になります。他にも、語呂合わせとかね、解説動画、リクエストあったら下のコメント欄にコメントお願いします。あとね、たけのこ塾の、インスタグラム、ツイッターのフォローもお願いします。リンクは概要欄に貼っておきます。じゃあ今回これで終わります。どうもありがとうございました。